どうぞ。どうしたんだよ。何が？2年前私はここに連れてこられた。2年前？一見何事もない屋敷、しかしここには不可視境界線の存在を無効化する結界が張られている。精神攻撃および負荷が増大だから私は脱出した。この結界を破るには必要だった邪王心眼の力が。リッカと一緒に来てほしい。お前は必要だ。富樫勇太。はい。付き合い。どこに？あいつには父親のところだ。境界線を探しに行かなくても。君にだけしてあげたいことがどうしても君にだけできない。私と一人が急いだって。嘘言ってどうする。だってママもお姉ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんも。だから俺だったんだ。
泣くからってよ。